これ楽しかったなとかすごく記憶に残っているなと思われるお仕事、ね、どんなところになるでしょうか。秩父の宮ラグビー場の建て替えプロジェクトというのがありまして、はい、国立競技場というか、まあ、神宮エリアのところのラグビー場の建て替えプロジェクトなんですけれども、その最初入札案件でして、うん、まあ、本編形式で事業者が何社かこう提案をしていって、その中から選んでいただくというプロジェクトなんですけれども、うん、まあ、その提案はなんか考えてていろいろ夢が膨らむので、うん、とても楽しかったですね。今までなんかこう携わられてるなんかこうプロジェクトが、はい、例えばそのラグビー競技場だったりとか、うん、そのアーバンスポーツパークだったりとか、すごく北川様がお好きなそうな、なんかこうプロジェクトにアサインされてるなという感じがあるんですけども。そうですね。特段こうスポーツ事業やりたくてうちの会社に入ったってことでもないんですけれども、はいはいはい、スポーツビジネスって不動産業界にてやれることあるんだなっていうのに気づいて、それ結構面白いなっていうので、最近スポーツ文脈みたいなところが結構強いかもしれない。うん、